どうぞ。はい、今日は各地の情報を随時お伝えしてまいります。さあ、ジャイアンツのリードはわずかに1点です。同点のランナー3塁、そして2塁にもランナーを置いて和田という場面です。昨日はクラーク、そしてこの和田のホームラン。投げては昨日は先発の大野を含めて5人の完封リレーがありました。ドラゴンズ取られたら今度は取り返す、今日はシーソーゲームという展開になっていくんでしょうか。これは三遊間深いところ、二塁送る、セーフです。その間に三塁ランナーは帰りました。内野安打、2対2の同点に追いついています。辰巳さん、今内野はこう前進守備を引っていませんでしたよね。はい、まあ、もう1点同点はしょうがないという、ね、はい、守備体系で、傷口を広げないというね、あのところだったんですけど、まあ、飛んだ位置が良かったですよね。かなり深い位置でしたね、はい、三遊間。はい、まあ、ただあの冷静に二塁ランナーのルナ選手が飛び出さなかったのが良かったですよね。あ、なるほど。これ打球の速さで釣られてサードに行ってしまってね、一つアウトになれば非常に痛いプレーになったんですけど、まあ、しっかりとこう打球判断ができましたよね。あっという間に